どうも、こんにちは。速稼塾の久保です。私が経営している会社の一つに貿易を扱っている会社があるんですけども、そこでですね、クレジットカードの引き落としにプラチナカードを指定してるんですよ。で、これは年間経費3万3000もかかる結構高額なやつだと思うんですが、そちらのカードの請求書がですね、こちら先月まで来ていたもので、今月来ていたのがこれなんですよ。ちょっとね、どういうことって感じなんですけども、いや、小さいことなんですよ。ここのカラーで JCB と打っていたところが、今度こちらがねカラーなんだけども、ちょっと簡素カラーって言いますか、鮮やかなカラーじゃないでしょ。わかりますかね、これ。ちょっとピンボケしてるかもしれませんけども、これ3色に綺麗に分かれているのが、これもうなんか1色っていうかくすんでるようになってるんですよね。で、表記もちょっと変わってるんですよ。カードご利用代金明細書って書いてあるところから、こちらはご利用代金明細書と、まあ何かとね、なんかこう兼用で書かれてるのかな。あと重要進展っていうのも赤なんですけども、こちらの方がもう赤のインク使ってないんですよ。まあ、その他、ここの隅っこのところも見えますかね。ちょっとピンボケであれですけども、赤なんですけどもね。なんかこう、ほら、裏も違いますね。JCB 法人カードが便利から何もないところだから、これ多分このハガキを発注する先も変わったんでしょうね、きっとね。なんかね、 JCB さんもう一踏ん張りしてくださいって感じになりました。以上です。